執政官、執政官、執政官、コンスルは古代ローマでの政務官の一つ。都市ローマの長であり、共和制ローマの形式上の元首にあたる。訳語として、執政官の他に統領を用いることもある。執政官は共和制ローマにおける最高職である。定員は二名。モムゼンは、コンスルという名はこの同僚性から来ているとしている。平時は、 内政の最高責任者として政務を取り、戦時は軍団を組織するとともに、軍団の最高指揮官として軍務を掌握し、また戦場においては直接指揮を取った。つまり、軍政と軍令の責任者と同時に現場指揮官でもある。これらの権限をインペリウムといった。他に民会や元老院の招集権や議案提出権も保持し、加えて、 もう一人の失政官や改正務官の決定に、大使拒否権を行使する権限が与えられていた。また、非常時と認めた場合は、最長6ヶ月任期の最高官職である独裁官、リクタトルを指名する権限もあったが、実際には、元老院の協賛を得て指名されたとされている。二人の失政官はその権限を、例えば一人は、行政を、数とは君務を、 というふうに分担するわけではなく、基本的には二人が全く同じ権限を有していた。軍務に関しては、その担当をくじ引き等で決めることはあったが、拘束力があるわけではなかった。失政官は就任すると、その補佐役として、クアエストルを指名することができ、裁判と財務の補佐を担当させた。執政官は、元老院が候補者を選び、候補者資格を決定し、 ケントリア民会での選挙により選任される。定員が2名とされたのは、独裁を防ぐためであり、それ以前の王政が復活するのを防ぐ意味もあった。任期は1年で、元来は再選は許されなかったが、次第に再選も許されるようになった。新任の執政官は、毎年1月1日、紀元前153年より前は3月1日に就任する。 任期は就任したその日から一年間であり、正規失政官、コンスル・オードネリアス、コンスルズ・オードネリーと呼ばれる。古代ローマでは、以下に例示するように、正規失政官の名を書くことで、その年を表した。例えば初代失政官、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスは、戦場で敵と差し違えて戦死したとされ、プブリウス・デキウス・ムスフ氏のように、 ローマの勝利のためにその身を生贄に捧げるものや、薬病によって、失政官が任期途中で死去する例などもあった。そのように欠員が出た場合、共和制前期においては、王政時代に摂政として機能していたインテルレクスが5日、交代で選ばれ、補充選挙のための民会を召集した。このようにして、補充選挙によって、途中から就任した失政官は入れ替わった。 正規執政官の任期をそのまま引き継ぎ、補充執政官、コンスルサフェクタス、コンスルズサフェクタイと呼ばれた。二名の執政官だけでは、手が足りず対処できない事態が発生した場合などは、必要に応じて、執政官経験者にプロコンスル、全執政官の職でインペリウムを与えて、事態の収拾に当たらせることもあった。後にこの制度は常設化し、プロコンスルらに、 属州総督として、属州経営を担わせた。アウグストゥスにより、ローマが共和制から帝政に移行した後は、多くの属州総督、失政官経験者が就任するを生み出す必要から、正規失政官が死亡した場合だけではなく、任期途中で辞任することで、他の者に補充失政官として、失政官職を経験させるようになる。場合によっては、 その補充失政官も任期毎日任時、また他の補充失政官がその座を埋めることもあった。コンモドスが皇帝だった190年にそれはピークを迎え、1年の間になんと25名もの失政官、経験者が誕生した。失政官は絶対的な権力であるインペリウムの保持者であったとは、いえ、首都で行使される失政官の権力は制約を受け、 元老院にも配慮する必要があった。執政官ほかインペリウム保持者には、先導刑詞、リクトルが付く特権があった。このリクトルは、ファスケス、ファシスと呼ばれる、斧の柄の周りに棒を束ねたものを捧げ持ち、これは、インペリウム保持者であることを示す権威の表彰であったが、初代補充執政官の一人でもある、プブリウス・ワレリウス・プブリコラは、 ポメリウム内では、この部分は取り外すように定め、さらに失政官の下した死刑等の極刑に対しては、上訴を行う権利も制定した。モムゼンは、失政官の引き継いだ、強大な王権を制限するものであったとしている。その後も、例えば紀元前462年の五民官、テレンティリウスなどによって、その権力を削減しようと試みられた。それに対し、独裁官は、 ポメリウムナイデムファスケスに斧をつけたままであり、上層を行うこともできなかった。失聖館が初めて置かれたのは、伝説では、共和制へ移行された、紀元前509年と信じられている。しかし、初期のローマ共和国史は、伝説の意気を出ず、また失聖館も連続して置かれたわけではなかった。当初は、失政官の名は、プラエトルと呼ばれていたらしいが、紀元前305年より、 コンソルという名において引き継がれたという。モムゼンは王の代わりに二人の一年限定の王が誕生し、プリートロス、ユディシス、もしくはコンソルズを名乗ったとしている。初代執政官は、紀元前509年に、ローマ王、タルクイニウススペルブスを追放したルキウスユニウス、ブルトゥストルキウスタルクイニウスコンラティヌスが務めたと、される。一説によると、まず、インテルレクスが置かれ、 形式的に王の権力を引き継いだという。コラティヌスはすぐに辞任を余儀なくされたため、同年中に初の補充執政官も誕生している。選出される執政官には、その才能と実績、名声が重んじられたが、その権限ゆえに失政官の選挙は常に政治的な関心を集めた。初期には失政官はパトリキ、貴族のみに独占されたが、 常に、パトリキ側に立って、プレブス、平民を弾圧したかと言われれば、そうでもなく、プブリコラのこのように両者の融和に努めるケースや、カッシウスのように失政官でありながら、プレブスに土を分配しようとして、最終的に処刑されるようなケースもあった。プレブス側は、最終手段として、徴兵拒否という力技に訴えることも多かったため、失政官が間に立って、調整に努める場面もあった。 しかしながら、例えばカヌレウス法成立の過程にあったような、プレブス側の代表者である五民間と対立するケースも確かに存在した。土地分配法をめぐっては、五民間による失政官の告発も相次いだ。さらには、ローマが戦争によって拡大していく過程において、その兵力として働いてきたプレブスの発言権も徐々に大きくなり、 それに伴いプレブスでも失政官に就任できるようにすべきだとの声も出てきたため、紀元前444年からは原則最大6人までの失政部官という官職が新設され、毎年5民官と元老院の駆け引きによって失政官と失政部官のどちらを立てるかが決められた。その後も対立は続いたが、紀元前367年、 リキニウス・セクスティウス法が交付されると、二人の執政官の内数とはプレブスが就任するようになり、執政部官は廃止となった。しかしその後も、カエクスがインテルレクスとして、プレブスの執政官就任を妨害するようなこともあり、身分官のしこりは存在した。初期のローマ帝政プリンキパトゥス、元守性は、共和制の枠組みを乗っ取ったようなもののため、 移行した後も2名ずつ失政官は置かれ続け、失政官及び経験者は依然高い地位であり続けた。また皇帝と共につく者はその後継候補者として大きな意味を持った。しかし541年、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世によって、官職としては廃止され、名誉的な社位の名前、7世紀にギリシャ語が公用語になって以降はギリシャ語の ヒュパトスとして残るのみとなった。執政官の名は、後の歴史にも、幾度か用いられている。領事官制度を創設したベネツア共和国では、その領事に、コンスルの称号を名乗らせた、領事官に、コンスルの名が残っているのはそのためである。また古代ローマへの強い統計のもとにあった、革命前後のフランスでは、ブルメールのクーデター後に成立した政府の主犯に、コンスル執政 または、投了とは訳されるのもが使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。